ん、あ、これか。事件を探してるって、あんたさっきの反乱の変態のお友達。いいえ。武器解凍のことくらい、武器解凍のことくらい、私に聞かなくても、ミスリルアイを読めばわかるでしょう。なんか、ちょっと引っかかる言い方するな。はんはんはん。うん。ん？はんはんはん。なるほど。ん？格闘士ギルド。ここ初めて入ったかも。あ、ハモン。あれ？なんか、ケリックのようなやつがいる。これが現象世界でのケリックの魂の片割れとかそういう感じかな。それはないか。で、はい。うん。うん。いや、そうじゃなくて。あれ、これじゃないんだ。はい。これか。ウルダハで起こっている事件を探してるのか。最近話題の事件つったらあれかもしれねえだろ。あれしかねえだろ。武器解凍。あれ。ん？俺のたちの父親のいとこの息子の親友が武器解凍に武器を盗まれたらしいぜ。なんか、いる家庭で初めて、なんだっけ、イエロージャケットか、と話した時のあれに似てるな。この武器解凍ってさ、もしかしてさ、あれかな？なんだっけ？あれ？なんだっけ？あいつの名前。ギルガメッシュかな？ギルガメッシュ？ギルガメッシュ？うん。あいつも確か何か最初武器、違うわ。うん、まあ、いっか。うん。まあ、どちらにしても、その、何か CF 的なものが来るんだとしたら、どちらにしろ、今日はできないぞ。うん。ワイモンドか。ワイモンド。どうあってもやっぱどうしても、戦闘からは避けて通れないわけだから、うん、困るな。うん。生きてたよ。ワイモンド殿、ワイモンド殿。あ、空間から突然現れた。あれ、さっきの服装の方が良かったな、ナッシュ。そのナッシュのなんか服装おかしくないな。うん。さっきの露出が高い方が良かったけど。うん。ああ。確かにいつもの事件屋の二人組だ。うん。殺しても死ななそうな雰囲気だな。ふんふんふん。噂なら知ってるよ。ただ情報まで、詳しい情報までは追いかけてねえな。ははは。何か些細なことでも構いません。構いません。回答、ねえ、武器回答につながりそうな情報はありませんかな。関係あるかどうかわからねえが、このウルダハに住む、このウルダハに住む女の子が武器を盗まれて困っているとか、女の子が武器。さすがウルダハ。うん。ん？遅いな。うん。あなたも武器解凍の事件を追っているとは、もしかして私のファン。いいえ。そこは常にいいえ。うん。ナッシュのあの格好なんかおかしくない？これから変わっていくのかな？事件屋のおっさん、まだ被害者の名前を教えてないんだが。うん。なるほどね。ワイモンド。ん？あれ？こっちか。ああ、うん。被害の、盗難の被害に遭った女の子の話だよな。あ、え？イエロームーンっていう女の子だ。女の子。うん、まあ、女の子。うん。まあ、あまりそこは、そこら辺は深掘りしないでおこう。あ、出た。
出た。女の子というか、もののけの部類というか。うん。今度はお気に入りの片手、玄具。うん。ピュアハートがなくなってる。イエロームーン、困っちゃうムーン。久しぶりに聞いたな。で、後ろにいるな、なんか背景のように。うん。華麗なる乙女の涙に濡れた悲しみの事件が、ヒルディブランドの心をキャッチしましたぞ。うん。天知る地知る事件知る、旅の次元やヒルディブランド。うん。冒険者殿、私の先を越すとはお見事ですぞ。そこまでしてわだ、この事件屋の協力をしたいと。うん。ヒルディ、この格好のままなのかな、今後も。このズタボロの。ん？どうした？お嬢さん、事件解決は我々にお任せあれ。まずはお嬢さんが受けた被害について詳しく教えていただけますかな。うん。ナシは何に驚いたんだ。お嬢さん呼ばわりしたことに驚いたのか。最近いろいろな私物が盗まれちゃってるの。今回盗まれたのは片手玄具のピュアハート、花咲く乙女を演出する流行の杖。ははは。お散歩に出る前までは確かに持っていたの。でもサンシルクとコロセウムにお出かけした後、ここに戻ってきた時にはもうなくなってて。ははは。盗難場所は不明と。では立ち寄った場所で犯人の、痕跡を探しましょう。うん、サンシルク。早い。うん。イエロームーン。うん？イエロームーンもいる。あ、すり抜ける。イエロームーン。ふんふんふん。誰が盗んだのか。うん。特に怪しい痕跡はありませんな。お嬢さん、ここでは、ここではどんなことが？ここで服を見ていたら、知らない男の人に告白されて。ああ。イエロームーン、驚いちゃって荷物を落としちゃったの。その荷物が男の人のつま先に落ちちゃって、男の人は悲鳴を上げてどこかに行っちゃったの。その荷物、120ポンズぐらいあったかな、あったから。120キロとか、そこら辺かな。すごいな。まあ、この体格ならモテるか。ん？ララフェル族の二人分はありますぞ。あ、ポンドかな？ 120 ポンドってことは、60、あ、じゃない、55キロぐらいか。だとしたらララフェルめちゃめちゃ軽いな。とりあえず次の現場も確認しましょう。確かコロセウムの前でしたな。うん。あ、ナッシュさっき寝てたのかな。うん。マイペースだな、ナッシュ。このイベントを進めていくと、このナッシュとマジャマカラッカだっけの絡みとか見られるわな。さすがにそれはないかな。さてさて。この木箱いつもというか常に持ち歩いてる、なんかさっき動いたような。ははは。暑苦しい木箱。ん？うん。誰か入ってるんでしょうか。イエロームーン。うん。あ、もっと。ってきてるんじゃなくて中身が動いてるのか。動いてるというか、ここにも妙な痕跡はなしと。お嬢さん、ここではどんなことが。コロセウムの対戦カードを確認してたら、今度は知らない剣闘士の人に告白されちゃって。うん。どこまでが本当なんだ。大きな剣を持ってたから怖くなっちゃって、持ってた荷物を振り回したらその剣闘士の顎に。
ははは。お嬢さんに恨みを持つ、人物。うん。ついてきてるよ。さてさて。イエロームーン。ヒルディ。ははは。怪しい木箱。スネークでも入ってるかな。うん、なんだか人の息遣いが聞こえてくるような。ナッシュ特製の、超炸裂爆弾で木箱を壊してみてください。何か楽しいものが入っているかもしれませんよ。うん、街中ですよ。結構人もいるし。大丈夫かこの子、発想はやばいぞ。うん、爆弾。やっぱマジャマカラッカはこの子から逃げてきたという可能性が。あ、イエローを着ているということはファンか。あ、杖もあるじゃん。うん。これか。はい。やばいな。事件に隠された真実、それは鏡の迷宮でさまよう哀れな子羊のようなもの。しかしこのヒルディブランド、事件という迷宮から真実を今エスコート。武器怪盗はきっとコロセウムで出会った剣闘士、自分より腕力のあるお嬢さんに出会い、剣闘士としての誇りを傷つけられ、卑劣な嫌がらせを。あ、親衛隊。やっぱファンいるんだ。あ、そういえばいたっけ。うん、昔も何かお腹を壊していたような気もするけど。イエロームーンちゃんの私物が欲しくって、彼女を見守り落とし物を拝借するだけのことがすることだけが喜びの平和主義者の親衛隊です。ははは。まあどちらにしても変態だな。うん、怒っちゃむん。目を覚ませ。あ、追いかけていった。うん、さすがは我が助手ナッシュ。私の指示通り怪しい木箱を破壊していたのですな。うん、全てはこの私の推理通り、彼らが噂の武器怪盗に違いありませんぞ。さあ彼らを追って同人探に引き渡しましょう。うん。このイベント僕いるか。お？彼らは無関係よ。盗賊の手口が噂の武器怪盗とまるで違う。誰だ？ん？これミスリルアイの記者じゃないの？格好からして。武器怪盗はまず武器を奪う前に戦いを、あ、やっぱギルガメじゃん。ギルガメッシュ。戦いを挑む者。それで勝負に勝ったらその証として武器を奪う。今回の事件とは完全に別物よ。私は経済誌ミスリルアイの記者、エリー。噂の武器怪盗の事件は私が記事の担当をしているの。あなた事件やヒルディブランドって言ったわね。本当の武器怪盗の被害者を紹介してあげてもいいわ。ははは。事件屋を名乗るのなら、この武器怪盗の事件解決して見せなさいよ。うん。なんで上から。うん。すぐさま本物の武器怪盗の調査に入ることにしましょう。あ、早い。返事だけはいいみたいね。いい？本当の被害者がいるのは、うん、もう行っちゃいましたよ。うん。考えるより行動が早い人か。なるほど。まあ普通はそこを助手であるナッシュが補佐するところなんだけど、ナッシュも同じような感じだしな。うん？純粋。うん。鍵穴の光は。
ん？あなたさっきの事件屋のお仲間さんよね。いいえ。彼らと一緒に被害者に会いに行くんでしょう。っていうか僕なんでここにいるんだろう。わざわざ。本物の被害者はゴールドバザーにいる冒険者のハンフリーってやつよ。ハンフリー。実はね、私が調べたところによると、そいつは別の事件の加害者でもあるの。ははは。そのことを知ったとき、正義感ぶっている事件屋はどう動くのかしら。偽善者の化けの皮が剥がれるのが楽しみだ。ああ、そういう性格か、このエリーさんは。うん。じゃあ行きましょう。これ僕いちいち行く必要ないよね。なんで僕もこんなに頭突っ込んでるんだろう。頭を突っ込む、顔を突っ込むか。うん。まあ、それが冒険者か。